皆さんはご存知でしたか？桜学院の校舎の一角にこんな筒があるということ。この筒は自分の秘密を洗いざらい喋りたくなるような筒でございます。おっと、今日も悩める生徒たちの足音が聞こえてまいりましたよ。こんにちは。あ、これすごい。あ、あ、大丈夫ですか？発声練習は。あ、あ、あ、まめみむめもも OK です。あのですね、これ本当に先生に言ったら本当に怒られちゃうなって思っててずっと言ってなかったんですけど、2012年度 の、 あの私たち毎年2010年度から東京アイドルフェスティバルっていうアイドルフェスティバルに出させていただいてて、で、まあ、今年も出させていただいたりしたんですけど、2012年度の時にあのヘアメイクを原宿でしたから行ったんですよ。やっぱり原宿なのでなんかプリクラが呼んでるなと思って、どうしてもプリクラに入りたくなって、先生には買い物に行くとしか伝えてないのに、ちょっと家とこっそりプリクラ取りに行っちゃいました。でも本当にうちらなんて言うんだろうね、あのヘアメイクをしながらプリクラ取るのが初めてだったので、すごく興奮して、なんかもうその日は すごい絶好調でした。でもこれ絶対後輩とかに真似しないでもらいたいなって思って、絶対ずっと言えてなかったんですけど、ちょっとここで一応告白しちゃいました。本当に怒られちゃいそう。本当に怒られちゃうんですか？本当に多分怒られちゃいますよ。だって本当に買い物に行くとしか伝えてないんですもん、うん、え一緒に怒られてくれますか？一緒に、分かりました。ありがとうございます。そうですね、生徒会長やってきてるのでだんだんしっかりするように なってきました。でもなんかしっかりしすぎて最近なんか下手なことができないなっていうか、うん、なんか変なことができないっていう焦りになっちゃって、はい、なんか自分の中でなんかうまく自分を出せなかったりしてるので、なんかこれからもっとなんか出していけたらいいなって思います。下手なことね。はい。変顔してみます？変顔ですか？うん、本当ですか？いいですよ、せっかくなんで。あの、じゃあいきますね。うん。3。僕でもマシな方なんですけどね。すいませんね。